はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあついにマスターデュエルにも降臨しました、エクソシスターマルファ、マルファデッキ降臨、最強になりました。エクソシスターデッキ、これがフルパワーですね。はい、さすがに強い。これどういうモンスターかっていうと、まあ、あの残機でいうところのサーキュラーですね。残機でいうところのサーキュラーみたいな動きをする最強モンスター、召喚剣を使わずにエクソシスターを並べることができるんですけども、1連の方がありまして、自分のフィールドのモンスターが存在しない場合、またはエクシーズモンスターのみの場合に手札のこのカードを特殊召喚しながら、デッキからエクソシスターイリスを特殊召喚できると。はい、で、まあ、ちなみにこの効果発動するターンの制約でエクソシスターモンスターしか特殊召喚できないっていう効果があるんで、例えばガンマとかそれを使っちゃってもダメだし、なんか他にねエクソシスター以外のモンスターも出せないし、この一番の制約結構注意してください。はい、ただエクソシスターしか出せない代わりにガチでやべえ展開ができるということですね。で、2番目で、自分相手のカードが墓地から離れた場合にエクソシスターエクシーズモンスターを特殊召喚できるっていう、これ他のエクソシスターってなんか相手の効果で墓地からカードが離れないといけないんですよ、エクシーズする場合。あのね、マルファネキだけなんかよくわかんないんですけど最強すぎて、なんか何でもいいんですよ効果だから自分の墓穴とか、こっちが墓穴打って相手から相手の墓地からカード除外されて、お除外したなって言ってマルファが変身っていうこともできるんで、このバディスからね出してくると、これめ相手ターンに結構エクシーズできて結構強いっていうのがあって、これかなりあれですね、有能ですね、このモンスターが最強です。で、まあ、これを引きたいんですよエクソシスターデッキは。だからまあ、スモールワールドをガン積みして、まあ、あとはこれパークスとかでも持ってこれますから、まあ、ここで結構ねパークスとワールドと、まあ、マルファ自身なんで、まあ、割と9枚ぐらいはマルファにアクセスできるカードが入ってるなと。まあ、それ以外はいつも通りのエクソシスターって感じですね。で、エクソシスターね結構回し方そんな難しくなくて、ランク4を並べていくだけなんですよ。だから意外と初心者の方とかにもおすすめできるんじゃないかなと思うんですけど、ね、新規でねこれが追加されてるんです、エクソシスターズマニフィカ。これまあ並んだだけエクシーズなんですけど、これめちゃくちゃ強いんですよ。これがめっちゃ強くて結構出しにくい、まずランク4エクソシスターエクシーズモンスターかける2っていう条件なんですけど、これ結構出ます。ハンド的にはマルファがいるんで、マルファがそもそも召喚剣使わずにデッキからエクソシスター出して1体エクシーズできるから、まあ、要は1体用意できるんですよエクソシスターエクシーズを。だからまずはもう1体用意すればいいだけなんで、ここカスピテルを絡めたり、まあミカエレスからのパークスとか絡めたりすれば、まあ、大体揃うんで、そうすると2体並ぶんですよ、結構かなりの確率で。だからそうするとこれが出せますと。でこれ何するかっていうと、このカードはまず1のバトルページに2回攻撃できるというかなり幸の高い効果、まあ、これでワンキルが取りやすい。でさらにね、2番目のお互いのターンに一度、相手のカードを選んで紹介できると。強すぎ。まああれですね、ミラジェイド、魔法トラップもいけるミラジェイドみたいな、強すぎでしょ。で、3番目、相手が効果発動すると、エクシスターにしている自分のエクシスモンスターデッキに戻しながら、その後に、そいつを上に重ねて出せるっていう。だからミカエリスとかを素材にしてる場合、ミカエリスちゃんって出たターン一応相手のカード除外できるんですよ。だからマニフィカ効果で、ミカエレス出したらミカエレスの除外できるから、なんか除外がねここで1枚ここで1枚できるんですよ、そもそもメインギミックだけで。でさらにミカエレス の効果で魔法トラップエクソシスターって持ってこれるんだけど、この新規で追加されたリタニアっていうカード、これも除外できるんですよ。カードを自分のフィールドのモンスターがエクソシスターモンスターのみの場合に800キロを払うと、相手のフィールド墓地のカードを除外できると。だからねまあ体感4枚くらい除外できます体感相手のカードを4枚除外できる。これ何が強いかっていうとね、スプライトとかに結構強いんだよね。先行取れれば、まあ、今の場面できるんだけど、スプライトって結構着地狩りに弱いじゃないですか、割と。だからそういうモンスターをね一生除外しまくって相手に全く展開させないっていうことができるんですよ。これがかなり強いですね。はい、であとはまあ誘発の枠も結構避けるっていうのと、あとこのデッキディメンションアトラクターさせるんですよ。だからね、ティアラメンツとかにもワンチャン抗えるっていう、今後来るね。それがいいとこですね。ただね、一個言えるのはね、結構ね、高い。マニフィカとマルファが両方、UR なんで、高いです。ただ非常にね、使ってる楽しい、美しいテーマなので、まあ、気に入った方はぜひ組んでみていただければなと思います。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。マルファとマニフィカ UR がね、ちょっとこのデッキハードル高いなと思うけどね、ただめちゃくちゃ楽しいテーマなので、まあ、とりあえずマルファ効果発動にチェーンしてディメンションアトラクト
ディメンションアトラクター、これ増殖する G 打てないな。でもこれディメンションアタック打っちゃうとこういう時ってディメンションアトラクター打たない方がいいかな。ディメンションアトラクターって墓地に送るカードが、あの墓地送れないので送れないんですよ。だからこういう時ってもしかしたらあれかな、普通にディメンションアトラクター打たない方がいいかな。今まだティアラメンティいないからね、あんまりディメンションアトラクター打たなくてもいい説はあるけど、まあでもディメンションアトラクターで死ぬデッキは結構あるから、まあ打っといた方がいいか。で、カスピテル効果、相手のデッキわかんないからな、そういう時ってディメンションアトラクター投げにくいってなる。で、なんか誘発なそうなんで、これストラおばさん持ってきて、で、おばさん召喚する。で、効果発動。イレーヌちゃん出していく。で、2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚。現れよ。エクソシスター。ミカエリス。かわいい。ロイヤル加工。ロイヤル持ってんすよね、このモンスター。かわいいですよね。見た目めっちゃ好きなんですよね、ミカエリスの。マニフィカもね、もちろん好きですけどね。で、これで、ドヤ顔でリターニアセットして。で、エクソシスターエクシーズモンスター ×2 とかいう謎の条件で出せる最強モンスター現れろ。エクソシスターマニフィカスーパー並んだらけエクシーズセッツセッツエンド。マジであれだな、あれだったわ、これ普通にあのアトラクター投げんと増殖するうちに画面で増殖するうちに通った方が強かった説ある。結構ちょっと教えてくれエクソシスターのプロ、こういう時はどうしたらいい。相手のデッキ分かんなくて増殖する G とディメンションアトラクターが、あー着地狩り講座着地狩り講座、エクソシスターの着地狩り講座いきまーす。てかスプライトのか、スプライトの着地狩り講座、スプライトか知らんけど、まあ、でもこの時期にこれ使ってると絶対スプライトだ。これトライブリゲード、まあ、鉄獣スプライトと、あーはい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 、来ました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 ね。エクソシスターズマニフィカの効果、相手がカードを発動した場合自身のオーバーレイユニットを一人取り除き、取り除きというかデッキに戻し、そいつをデッキから出すという効果。ミカエリスをデッキに戻し、ミカエリスを特殊召喚、超変身。スプライトはマジで出てきたモンスターをひたすら狩るのがね、マジで一番強いから、ひたすら狩る。もう出てきたモンスターもうとにかく狩る、これが一番大事で、レッドいいでしょう。でこれでミカエリス効果、相手のモンスターをひたすら着地狩り先行取ったらね、ものすごい量の着地ができるんで、結構スプライトには強いと思います、これ、このデッキ。よし。オッケーオッケーオッケー。よし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 。で、リタニアも効果使った方がいいな。リタニア効果発動。リタニアの効果により、相手の伏せカードも除外シャー無限除外。ドゥルー。あ、ステラさんね、オッケー。ステラおばさん来た。まあ、ちょっとここはさすがにキル取りに行けるかどうかも怪しいんですけども、一回魔法トラップを持ってきたいっていう効果使って、オーバーエイト一つの時、エクソシスターマジックトラップカードを一枚の手札に加えていく。オッケー。パークスですね。で、展開力上げるためのパークスを発動。そしてパークスの効果によりエクソシスターモンスター遺体を手札に加える。これによってもう一回マニフィカを手札に加えていく。そして、マニフィカの効果を発動。盤面がエクソシスターモンスターのだけの場合、特殊召喚できて、そして2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。ちょっとカスピテルどれ、見た目似てんだよな全員、ちょ見た目似てるのマジでやめてほしい。だからちょっともうちょっとさ色味変えないこのモンスター全部さなんか青い背景にさ白い服っていう感じなんだよね。だからでもパッと見全部同じ見えるから、よく見たら違うんだけど、これだけ本当にやめてほしいわ。でカスピテルのモンスター効果を発動。この効果によりエクソシスターモンスター遺体を手札に加えていく。ステラバオさんいるんだよ、ステラバオさんいるから、これソフィア D。 そしてステラを攻撃表示で召喚、ステラのモンスター効果を発動。この効果によりソフィアを特殊召喚。あ、ちなみにこのデッキニビルめっちゃ踏むんで気をつけてください。はい、あのニビルありえほど踏んでそして、2体のモンスターでオーバーレイエクシーズ召喚、現れろエクソシスタージブリーヌ効果発動。ジブリーヌはこのターンエクソシスターエクシズモンスターの打点が全て800ポイントアップ。バトルだ、いけ、これがエクソシスターデッキよ。
プライト着地狩り講座完了。対戦ありがとうございました。いやマルファめっちゃ強いわほんまに。エクソシスター大集合したわ入れる入れる以外全部集合したハンドメルフィー、いやこれ絶対スプライトじゃん。いやこれ増殖してるうちに打った方がよくない？いや打った方がいいと思ったもんこれ。いやこれ打った方がいいマジでこれ絶対スプライトでしょ。メルフィーもめっちゃ相性いいので、うわー強えいやそれケアすんならスタンバイフェーズなんだよな増殖する時。いやでもそれはさすがにな。まあでもこれ反応強かったからまあ言うてそスタンバイフェーズも、あマルファ抜かれた。まあしょうがねえな。まあでも言うてこれ、ステラエリスから動けるんで大丈夫です。ステラエリス、ステラ、ソフィアエリスから動けるんで、まあ結構マルファみたいな動きできます。大丈夫でなんとかなります多分。はい、オッケー、あーオッケーオッケー。一応1枚ドローしてくれない、いや誰ドローさせてくれない、ありがたいね。でジェット、あーオッケ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 ー了解。でジェットどうしますか。あーオッケーよ、止まってくれた、ありがてえ。よし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 。で増殖する G 来た。 G なさそうな感じするな。 G ないんだったら裏ラサーチする必要ないからマルファでいいかもしれない。これスモールワールド発動、スモールワールド効果これ結構強くて、これ増殖する G サーチもできるし裏ラもサーチできるし、ハンド的にねなんかいろいろできるんだけど、これ増殖する G なんかなさそうなんで、チェーン的にこれマルファネキ持ってきんじゃない。ゴーギガーとか言う誰やねんもさげようか除外してマジで誰って言うね誰だよお前っていう。でマルファ持ってくる。いやこれ結構ディメンションアトラクターとかも経由できるんで意外と強いっす、スモールワールドはマジで。でマルファ特集でからのエリス特集、オッケー。キャッシュなんだっけ、デッキからテクナに加え、あいいよ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 、オッケー。デッキからテクナに加える、いいよ、デッキからテクナに加える。いやこれ大丈夫だな、これ止まってくれたから全然返せるわ、危ねえ。これ実質こっちが先行みたいになってるから。ポップイヤー飛行隊、これ増殖数字だね。これ何出てくるのこれ、アークデクレアラーだ、そっち系。ポップイヤーはなかなか強いな。なるほどな。確かにレベル2だしね、これ。相性いいか、確かに。ポップイヤーでアークデクレアラー出すの意外と結構強そうだな。はい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 。あー、なるほどね。じゃあこれ一回殴ってからこれ一回殴ってから説あるなこれ一回殴ってから説イズある。ちょっとワンキルが難しそうなので一回ミカエリス出すじゃないですか。でアークデクレアラーを除外してる効果を使うと意味わかんないことできるから、バトルフェーズ入って殴って、多分これ普通に殴った方がいい。ちょっと一回交渉ちょっとアーデコ実質無力化、やつは戦闘破壊したか、なんか重いな。大丈夫かマスターデル君、なんかおお止まった止まった、あ危ねえ。マスターデル君なんかすげえ重いな。でこれメインスリーフェーズ入ってから展開しましょう。とりあえずエリス出して、はい、これ次のターンのマルファも確保できるのこれ強いな。でソフィア召喚してソフィア効果でカードを1枚ドゥルー、あ強い強っ、クソ強い。ワンドロー、やっぱねソフィアのねワンドローめっちゃ強いんだよね。この効果めっちゃ強い、結構誘発引きます。はい、割と誘発も多めに入ってるんでデッキ的には。でリターニア持ってくるでしょ。で2体でここ1回カスピテルでいいか、カスピリーな、こっちが一番アドバンテージ稼げるからカスピリーで2体でオーバーレイする。こんだけエクシーズして手札結構ね増えますからね、またね。一応墓地からモンスター特殊感できない制約を一応かけといて、まあんま関係ないかもしれないけど。でカスピテル効果、まあエクソシスターはちなみに墓地からは一切特殊感しないんで、まあ、この制約はあんま刺さらないっていうね説はあるんだけど、ワンドローネキはね確保しておきましょう手札に、強いから。でエクソシスターパークス発動して、でエリスはねデッキ絶対残しておきゃいいんだよな。バディス説あるな、バディスだな、バディス持ってきて、でエクソシスターエクシーズモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、あらあら並んだらけエクシーズモンスターエクソシスターズマニフィカツアーセッツセッツ、これで着地狩りまたできますんで、スプライトはマジで着地狩り、これに尽きる。
本当に着地狩りをしまくっと今とりあえず勝てるから結構、ね、強いですよ。あのエクソシス対エクソシスターに、あ間違えた、対スプライトに対してはエクソシスターのこの着地狩り結構強くて、オッケーオッケーオッケー、ここで着地狩ればいいですよ。このデッキはマジでもう一生これ一生これ割り続けるだけで、スターター発動って言われたらまたもう一回あのリタニアで超過できますからね。まだあの見返り率も一応出せるし、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、オッケーオッケーオッケー、止まってる止まってる展開、よし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 、完全にスプライトの穴をついている。なにあ、じゃあ変身変身、いやこれす、これはじゃあ、いやこれなんかドヤ顔でキャッシーとかいうモンスター出てきたけどあんま関係なくて、いやこれまだ除外、俺はまだあと変身を3回残しているって感じなんですよ。あと3回くらい除外できるんですよ俺まだ俺3回除外できるんで、リタニアでいいかな、リタニアでいいな、リタニア発動で、このターンにエクソシスターがエクシーズしているとなんか追加効果が付与できるんですけど、まずとりあえず一旦なんかこのキャッシーとかいうモンスター除外するじゃないですか。でその後にリタニアの追加効果でさらにカードを除外するっていうなんか効果を選びまして、でこれパッてやる、はい最強最強まだもう一枚除外できますからね、このデッキ今まだ未開列で除外残ってますからね。強すぎません？最強でしょ。いやマジでマニフィカドね、マルファマジででかい、これ最強すぎる。でエクソシスターマルファ効果で、また特殊召喚を行って、でデッキからエリス出してきて、で2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚でこれ8000も削り切れます。そしてあまりに強いんで、で一応、墓地からモンスター特殊ができないという謎の制約をかけといて、でこれ結構ねあれなんですよね、あのこの効果刺さるデッキもあるんでね、まあ、こいつをね流線的に出していくテーマもあるでしょうね。多分墓地から今特殊召喚するテーマって何があるんだろうな、なんかパッと思いつかないけど、で、ステラでしょ、でステラ効果でソフィアでドロー、強すぎ、あ強すぎ強すぎ、めっちゃ強いじゃん。でアソフィールでいいか、で2体のモンスターでオーバーレイ、これ見た目ね、ま、めっちゃ分かりにくいんだよね、見た目めっちゃ分かりにくいから、もうちょっと分かりづら、分かりやすくしてほしいなってめっちゃ思ってんだけど、で2体のエクソシスターエクシーズモンスターでオーバーレイ、エクシーズ召喚、あらあらろエクソシスターズマニフィカ、そしてこのモンスターは一度のバトルフェイス中に2回攻撃をすることができるバトルフェイス、いけ、うわー、そしてこのモンスターの合計打点は8100、あまりに美しいコンボ、対戦ありがとうございました。皆さんもエクソシスター使いましょう、スプライトには結構勝てます。あー増殖する陣次第だな、通るかどうか、まあ、結局増殖する陣マジ強いからね、このカードが通るかどうか問題ある結構。はい、闇の誘惑で除外するのがブラックマジシャン、何、確かに闇湯もまあドローソースとしては優秀だな、まあ、ちょっと若干あ融合派兵、まあ、これはさすがに増殖する陣通って通れ、よしオッケー、まあ、増殖する陣が通ったら一安心するよね、一旦一旦一安心はするよね。ちょっとパークスでも通らないといかにきついこれ。ブラックマジシャン持ってこられて特殊召喚で1枚ドロー、あーでもエリス来たからいけるか、イレーヌエリスでエクシーズできるんで、まあ多分何度もありますね、パークスそうなってもいける。でゴードン発動いいでしょう、なんかそんな除外して大丈夫、なんかブラックマジシャンのパーツめっちゃ飛ぶんじゃない、イリュージョンオブカオス、はい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 、いいですよいいですね、結構なんかデッキのええやばいモンスター、確かにそれもサーチできるわ、そうだイリュージョンオブカオスくん、そういえばブラックエクスキューショナーもサーチできるわ、やばい、このカードが表側表示で存在する限り自分は魔法カードを発動するために1000ポイントのダメージを相手に与える、強すぎる、やばい、ちょっと待ってブラマジデッキかと思ったらこれクソデッキじゃんこれちょっと待ってゴミカスデッキの可能性出てきたこれ、やばい、儀式の準備、はいはい、
で、これで6000。やばい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 ぞ。おやばいぞ。あ、死ぬ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 。痛い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 。あいてえ。あ、でもここで目次、あ、飛んだか。ゴートンで飛んだか、これ。いや、こっち、目次目次しおりだったら、これ間に合わないんじゃね。でも耐える、耐えそう。耐えろ。耐えろ、俺。耐えろ、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 耐えろ。あー、いてえ。あー待って、ちょっとね、このデッキ強すぎか。